お、ブログ見た？ありがとう。あ、そっか、今日上がってる。浴衣の写真可愛かった。嬉しい。みんな見てね、ブログ。お、無事にオペ終わりました。お疲れ様。お疲れ様。オロチさん結婚してありがとう。嫌だけど可愛いとかね。ワリンガルさん可愛い、ありがとう。ヤスベイさん結婚してありがとう。嫌だけど可愛いとかね。そう、今日はね、なんか自主練っていうかね、なんかね、徳島のメンバーがやってる横で一緒に踊るって感じだった。ブログの佐川の写真はね、あのリアルお話し会の時に撮りましたね。大阪の山さん結婚してありがとう。嫌だけど考えとくね。可愛いもん、ありがとう。山さんハート、ありがとう。かんちゃんさんバラ、ありがとう。メンバーじゃなきゃ自主練参加してみたい。そんな楽しいもんじゃない。自主練ね。まあ今日はね、先生もいたんだけどね。先生いるけど、私は出る、あの関係ない人だから、こう先生にお世話になることはないけど、レッスンやってる中で見させてもらうって感じ。うん、生写真2セットの2枚出た。ありがとう。おめでとう、おめでとう、おめでとう。くるくる、山さんお疲れ、ありがとう。自分は岡山公園から研究施設はデビュー。お、素晴らしいね。いいですね、デビュー楽しみよ。海賊特急さんペンライトありがとう。あ、くるくると一緒ってことか。あのと岡山デビュー、岡山デビューで、やばい音鳴ってる。中村さんお疲れ、ありがとう。あ、クラコ見た？ありがとう。今月も祝よろです。スケモンさんバラ、ありがとう。ヒラジンさんかわいい、ありがとう。ヤマピーさんかわいい、ありがとう。お、写真揃った。素晴らしい、素晴らしい。なんて言うんだっけ、コンプ、コンプ。そう、おかえりんご。おかえりんごってクラコンのやつじゃん。くるくるの。徳島公演配信で見る。どうしよっかな。でも配信で見ることによってちょっと自信をなくしたら、自信をなくす可能性あるっけ。見ずに岡山で自分らしくやった方がいいかなとも思うけど。どうしようかな。ちょっと声聞こえてる、お父さん。どうしよう。コラボ中にスーパーで行く予定。どうしよう。ないかな。ないかな。わかんない。わかんないかな。こんばんは、下半期。あ、あえて見ないって子いた？やっぱそうよね。いるよね。深緑さんかわいい、ありがとう。トライマンゴーって言われてない。言われてない。
あ、今日スイパラ、あ、今日からよね、そう、スイパラ今日からよね、盛り上がっとった。いいね、スイパラ。でもどうなんじゃろ、てか行っていいんかねっていう逆にね、逆にね、スイパラ次郎さんかわいい、ありがとう。え、チョホミントアイス写真見て載ってて美味しそうと思った。うわっ、朝見てさ、配信終わった後、配信終わった後じゃない、レッスンか、あ、自主練終わった後ツイッター見て、うわっ美味しそう、レッスンでもう疲れて熱っ、美味しそうだった。こんばんは、ポジションは内緒ですね。あ、グッドクル選手権のクルクルめっちゃ好き本当ありがとう、グッときた、グッと、あ、今日も可愛い、ありがとう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 。クルクルスイーツ、スイーツはね最近ちょっとハマってる。オロチさんハート、ありがとう。くるくるがスイパラメニュー考えたら、くるくるくる、あ、くるくる、うず、なんだっけあれ、タルトじゃなくて渦巻きのやつ、え、メロンクリームソーダも美味しそう、確かに美味しそう、美味しそうだな、メロンクリーム美味しそう。さっきめっちゃ食べたからな、しゃぶしゃぶ、豚しゃぶ、ウェディング写真来た、お、コンプならず、でもゲットしてくれてありがとう。1枚も0枚じゃなくてよかった、0枚。まさかさんお疲れ、ありがとう。あ、しゃぶしゃぶ派、そう、くるくるもしゃぶしゃぶ派なの。あ、ロールケーキ、それロールケーキ、くるくるのロールケーキ。究極の選択、雪帽子のかき氷かスイパラのさやさんなんかどっち選んでもどっちにも、どっちにか失礼になりそう失礼になりそう。ノーコメントで、ノーコメント、ノーコメントでね、ハマってる、ノーコメントでっていう言葉に。お、生写真揃った、おめでとう。お肉は牛、豚、鶏、全般、全般好き。くるくる焼肉はね食べれないの、タンしか食べれない、タンとコウネだけ食べれるの。あ、初見ありがとうございます。うわ、くるくるナルト金時のスイートポテト、いいじゃん、いいじゃん、めっちゃ美味しそう。え、ノーコメント、そう、ハマってるの、ノーコメントですノーコメントです。ちょっとプニッとしてるくるくる見てみたい、今やん、今プニッとしてるよ、足もお腹も顔も。広島雨すごかったよ、昨日の夜やばかった。あ、これ朝も話したんか、あ、昨日の夜やばかった本当に。なんかで外見たらめっちゃ光っとるみたいな、うわ怖っと思って。あ、焼肉よりして、そうそう、して、え、コウネということ回答に広島感じる。そう、コウネって広島から発祥、広島しかない、広島しかないんじゃなくて広島発祥だっけ、どっちだっけ、なんかどっちか分からんけど、え、コウネは私も去年ぐらいに初めて食べて、教えてもらって、広島のコウネみたいな、え、そうなのみたいな、で食べて美味しかったの。私結構油苦手なんだけど、コウネ油たっぷりだったんだけど、いけた、美味しかった。鉄板焼きいける、多分。竹松さんかっこいい、ありがとう。あ、スーパーにクルクルクッキー売ってた、やばい、なんかクルクル、なんか多くない、クルクル、くるくる多くない。え、コロ雷全然さ、なんか
微動だにしなかった。果物は全部好き、全部好き。果物、岡山って果物大国だ、大国だよ。桃、マスカット、ぶどう、メロンで、こんな美味しいよね。あ、肩バラのとこのことなんか、コウネってどこか分からず食べとったわけ。うわ、コウネ好きなの、一緒に行こうコウネ一緒に食べに行こうねやばい、それやばい。クレンパさんかわいい、ありがとう。うん、岡山手前市フルーツ王国。うん、確かにクッキング配信またしたいね。だ、伊達巻きかなこれ。え、伊達巻きだって、これ入れ巻き、イタチ巻きじゃない、え、伊達巻き。もうこれからくるくる巻きと、なんかちょっとダサいな、くるくる巻き漢字にしたら急にダサい。え、くるくる巻きにしよう、伊達巻き。え、くるちゃんのダンスめっちゃ好き。え、嬉しい、変な声しちゃった、嬉しい、頑張れる、ダンス自信ないからそう言ってくれると頑張れる、ありがとう。福祉は足りました、ありがとう。明日はねちょっとあるところ行こうかなって思ってる、あるところ。あ、手際いい、私の料理本当。あ、伊達巻きか、あとだ、伊達巻き。あなた好みの可愛い女になりたいわ。くるまえびはくるくるまえびってこじつけ、いや、くるくるまえびって呼んでいきましょう。くるまえびの CM 待ってますTKG 配信したい。 TKG 美味しいよね、 TKG。 え、もみじまんじゅうレモン風味初めて聞いたかも、食べたいかもしれん、気になる、気になる。え、音はめきも綺麗すぎて見てて気持ちいい、だって意識してる、音はめ、もう音をはめてやってる方もなんかハマると楽しいの、あ、決まったみたいな嬉しい、ありがとう。泣けちゃう。そう、明日からツアーですね、岡山であるのね、楽しみにしてる。くるくるもぜひ、もうコールも聞きたいし、ペンライトも見たいし、うちわも見たいし、タオルも見たいし、もう全部、もう早く、あの、早く来たら緊張するか、ちょっと1週間ちょうどいいかエビカニクス知っとるよ、エビカニクスで踊っちゃおう。イミリさんが歌ってらっしゃったっけ、エビカニクスで踊っちゃおう。え、瀬戸内レモンなんか増えてるよね。え、下場もさ、瀬戸内レモンじゃなかった？友達とこの前行った時に友達瀬戸内レモン飲んでた。私空気読まずにかミルクティー、あ、足見えた、くるくるがクソダサい格好しているの恥ずかしい空気読まずにミルクティー飲んじゃった。まあ見なかったことに。和弘さんかわいい、ありがとう。しかもこれ肉がもうこうやってなっとる、くそやられたあ、見えんかった、よかった。あ、見直した、くるくるを見てない証拠よそ見してたの、何窓
ってどうせ上がるんだろうな。これからも応援してるので頑張って、頑張る頑張るよ。見ててね。うん、ちょっと当時流行ってる流行ってる。キャッ見る。あ、そう、改めて自己紹介した。あ、返信した。お、返信、自分も自己紹介しました。お、嬉しい、届くの楽しみ楽しみ。膝小僧がそんな体勢で配信した。そうだよ、私は椅子の上にあの体操座りというか、なんかちょっとヤンキー座りしてる。もう一回はないですね。あとで動画ツイート、ダメです。もししたらネタの、ネタ抜きで。くるくるは何きっかけアイドル、何きっかけでアイドル、友達に誘われて、友達に誘われて、もう一番下はね、一番下、一番最初は友達に誘われて、この前あずみが自然で釣り革届くのってくるくる言われたって。いじっちゃう、あずみ釣り革届かんでしょって。釣り革、あ、29日に初めて生クルクルになった。かわいい、嬉しい、かわいかったって言ってくれて。あ、そう、安住に徳島のお土産買ってきてねって言うの忘れてた。いよーと、今の感じの MC でいい、本当にみんなし、みんなし、あ、ダンスかっこいい、ありがとう。何も入ってなくてよかったよね、普通に。あ、関ヶ原の申し込み明日から、え、行くべき、どうだろう、まだ練習が始まってないからその瀬戸利とかわかんないけど、でもくるくるが出る、出演する、頑張って出演するので見に来てくれると嬉しいな。てかさ、今日新しい靴下履いたんだけど、かわいい、はんちゃんかわいい、ありがとう。山さんハートありがとう。可愛くない、ニコちゃん、は、新しいやつ、あ、可愛くてずっと見てきる、本当ありがとう、見てて、ずっとよろしくるくる。よろしくるくる。え、何も言わなくても木の人買ってきてくれる、あずみ頼んだよ。あ、可愛いじゃろ、そう、ニコちゃんマークなの、そう、シンプルイズベスト、あれ言ったか、この話言ったか、来週は花だれ、オープニングアクトでテンション上げて岡山、楽しもうね。テンション上げていこうね、こうね、こう、配信で、あ、くるくるは直接言うよ、申し訳ない。お土産を買ってこいなんて電書罰で言ったらちょっと失礼でかわいそうだから、ちょっとさすがにね、くるくる LINE します、あずみ買ってきてって、ブツブツ交換会みたいな、親しき中にも礼儀あり、この靴下も飛ばす、飛ばさないかな。靴
下飛ばしはまあ企画だけでいいかな。 A ちゃんかわいい、ありがとう。ほらこんな柄のズボン入る。そう、髪伸びた。左右違う方じゃないね。くるくるさんのメール登録してみたい。あれ見たいか。登録し、ぜひ待っています。初日というか月始めだからお得ですよ。お、花だれ席結構前だった。いいねいいね、楽しみ。お、ペンライトフィルム見つける見つけるかで。えいちゃんかわいい、ありがとう。人生であと何回この海を眺めるだろう。え、これってさ、イヤホンせずにさカラオケ配信したらどうなるで、どうなる、みんな知っとる？これイヤホンせずにさ、くるくるのメール取らないと損。そうだよ、くるくるのメールを取ったら人生が豊かにちょっと詐欺みたいな。あ、いちごさんが明日のツアー初日のために応援してほしい。いちご頑張って、見とるよって言おうと思ったけど、くるくるちょっと自信なくしちゃうから後日見るねDMM 配信後日見るから頑張ってな。いちごならできる、やればできる。大阪の広瀬だよさん、結婚してありがとう。やだけど考えとくね。え、阿波踊り目的あるの、かわいいやん、かわいいやん。ご当地の靴下プレゼントしてもらっ、あ、してもらったしたんだが、黒田さんに送っても、え、嬉しい。靴下さ、くるくるさ、なんか歩き方が悪いんかわからんのだけどさ、すぐ穴開くんよね歩く、なんか歩き方が下手なんかわからんけど、すぐ穴が開くからもうすぐ買い替えないといけないの。クルインパさん、タコありがとう。あ、イヤホンつないでくださいって画面出るの。あ、そうなんだ、そうなのか。竹ピッピさん、結婚してありがとう。やだけど考えとくね。おしりさん、かわいい、ありがとう。あ、正しいから穴開くの早い。あ、逆にね、歩くの正しすぎてってこと。もうびっくりするぐらい、あ、私ってこんなだらしないのってぐらい開くの。一回ちょっとじゃあやってみよう。本当にイヤホンさないとできないのか。本当だ、イヤホンを接続してくださいってる。人生であとな、生きるって息苦しいね、知らぬ間に無理してるんだ。そう、メールクルクルの愛が詰まってます、詰まつましてます、詰まつま。え、ていうかさ、今日さ、え、いちごちゃんってマジ美脚なんだよ、知ってる、みんな。これまだ私しか見たことないのかな、いちごの足めっちゃキモい、くるくる大丈夫そう。いちごの足まだくるくるしか見たことないか、超美脚。しんごさん、かわいい、ありがとう。かかとから先に向かって地面につけるのが正しくなる歩き方。え、じゃあ私かかとじゃないかも、普通にさ、あ、かかとか、かかとから先に、え、私普通につま先からついてる。もっくん尊い、ありがとう。3キロ全身まだ見たことない、なんか言い方言えば3キロ全身のまだ見たことない。まあそうだよね、そのなかなかまだ見る機会がないから。僕見の最初の遊郭頃に命かけて嬉しい、それ本当にいつも嬉しいのマウント気になっちゃう。大阪の広瀬だよさん、かわいい、ありがとう。
あ、かかと忍者から忍者からじゃん、忍者の歩き方確か音が鳴らないように歩く。あ、くるくるさん足美脚ほんまに、え、くるくる足全然いいよ。てか美脚っていうか超スタイルいい、超スタイルいいの、びっくり、え、スタイルよ。ひらじんさんがハートありがとう。いちごの美脚をシャメにちょっと難しいかな、まあ、いちごの許可が下りたらいいよ。でもね、まあ、嫌な子もいるだろうから。おしりさんハートありがとう。もっくんかわいいありがとう。実はももさんって背が低いだけでめっちゃ足長い、めっちゃわかる。それサーヤンさんもそう、なんか背低いけど足は長いから座った時に足長って思う。みんなセクハラだな。明日雨降らない気がする。あ、県によるかも。広島降らない気がする。あ、くるくるのためならいい。そう、本当に、いや申し訳ないよ、そのね、簡単に露出はダメだよ。いちごライブ限定、ライブで見に来たら見れるよみたいな。今配信中ってことか。お、初見ありがとう。山さんハートありがとう。ひらじんさんアイスありがとう。もし君にテレパシーみたいに。そう、お見送りね、ちょっと長いので楽しみ。それもそう、くるくるの美脚はヤンマガで見れます。そうですよ、そうなんです、そうなんです。ギュッと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 、あ、ヤマガ見てる、ありがとう。でもちょっとヤマガのあれは諦めちゃった、もう諦めちゃった。旅人デラックスさんパチパチありがとう。センターポジのクルクル見て泣きそうだった、ありがとう見に来てくれて。ギュッとギュッとしてほしい、逃げないように捕まえて。ね、お見送り確かに。あ、ツイッター写真良かった。合ってたよね。自分で。お見送り良かったところ伝えるくらいの時間。わかんない。まだやったことないからわかんないけど。でもないかも。5秒。5秒で伝えれるかな、だいたい5秒くらいだと思う。岡山、岡山ではお見送りあるよ、あるよ、楽しみやな。
公演中クロクロの表情豊かにするために変顔して笑かしてもいいですか。いいよスルーするね真顔で、真顔にするね。じゃあ見た瞬間で気まずいってやって去っていくメンタル傷つくかもしれん。オノピーさん可愛い、尊い、結婚してありがとう。嫌だけど考えとくね。あ、そうそうそう、グループ話し会みたいな感じ。そう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 、そう、クルクポケカ集めてないない。そう、モーブル写真3枚目のクルクルありがとう。そう、まだ楽しもうね。でもね、そう、もしサンキちゃんのことを知らなくてもなんかスルーしたりせずに、ね、顔はねちょっと見てあげてほしい。くるくるも超傷つく。あのお見送りで多分他の先輩推してるよって方でこうもう一切もういないみたいな、こうで目の前通り過ぎられるとってなるから、なんか見るよかったよぐらいよかったよってなんか言えなくてもあーってやるぐらいでも見てあげてほしい。おしりさんグー尊いありがとう。やばい、鼻かゆいじゃない、ここ痒くなってきた、痒くなってきて、ちょっと確かにシンプルにもったいないする。まあ確かにね、でもあ嫌われてるってなる、ね、まあ、逆に顔覚えるけどねって。あ、夜公演行きます、ありがとう。岡山公演今度から公園でいちごちゃんの足が気になってくるくる笑いこと言ったわ。明日いちごちゃんがなんか視線、いちごちゃんに向けるみんなの視線が下目だったらどうしようどうしよう。お見送りの時必ずみんな見るようにしてる。優しい、もう天才、もうそれ目を見てくれるだけで本当に嬉しい。その何もなくても目を見てこう手を振ってくれるというか、ちょっと微笑むみたいなぐらいでもう本当に嬉しいから、そう書いちゃダメだよね、もう書きたい。お見送りの時近くで見るくるくる可愛すぎて気絶しそう。気絶したら助けるよくるくる。他のメンバー冷たいと推しメンも今そうだよね、そうそうそう、もしねくるくる推しの方でこうみたいなやってたら、あそういう人なんだってなっちゃうかも。ああああ気まずい表情ってなっちゃうかもしれない気まずい表情になっちゃうかも。あそっか、まだ岡山石板石順石板出てないのか。石板くるくる素通りする人、え結構、まあ、結構じゃないけどいらっしゃる、いらっしゃる、全然もうその度にもっと頑張ろうってなる。あ次は見てもらえるかなみたいな。でも多分その推しメンにこうアピールしたいじゃん、やっぱりみんなこうアピールというかこう
会話もできる、会話っていう会話できるか分かんないけど、なんかよかったよぐらいはできるから、多分推しメンに何言おうとか多分考えてて、その気づいたらスルーしちゃってるってことも多分あると思う。その推しメンにこれ言うこれ言うこれみたいな、わかる？多分その準備の段階でこうするつもりはなかったんだけどしちゃってるみたいな時は多分あると思うかな。初めまして、クラコン見ました、初めてネタをする初々しさ可愛かったです。ありがとう、クラコンから見に来てくれて、初々しいくるくるで、福ちゃんさん可愛い、ありがとう。優しい。そう、でも生誕祭の時とかは仕方ない、仕方ないなと思うよ。あの大体こう先輩名前順、研究生名前順、生誕祭の主役の方が最後だから、こう研究生名前順だとくるくるノアペが出ること少なくて、大体くるくるが最後、研究生の最後だから、こう生誕祭のメンバーさんと隣同士だから、そういう場合はスルーされても、これはまあ推しメンにこう生誕祭という大事な機会だから、こう愛を伝える大事な機会と思って、それはもう割り切ってる。あ、急がんといけんって思うことあるよね。なんか焦ってる人たまに見る焦ってる人、え、ツアーグッズ3期生だけのもの多い、思った。あのタオルとか、あら、ないんだと思った、クルクルたちの。え、タオルってもともと売られてたのかな、クルクル売られてたのかな過去に。お、ペンズフィルム届いた、思った以上にいい、よかった、よかった。お見送り結構緊張するだよね。いや、クルクルはさ、まださ、お見送りは未経験、お見送り未経験だから、ちょっと体験してその緊張感を味わいたい一回体験してみなら気持ちをね、こう感じたいよね、こう推しメンに何をみたいな。奈良西さん、リンボスター、ありがとう。緊張してるのこっちにも伝わって頑張ってって思いながら見てましためっちゃ緊張、めっちゃ緊張したの、クラコン朝香さん可愛い、ありがとう。うん、チャットにタオル届いた、素晴らしい。タオルが星になってない、星になってない。え、待って待って、言ってなかった、ゆきりかさんの生誕祭のスピーチ聞いて泣いてるくるくるを見てもらえなきしましたくるくるやばくね、なんか急に泣いてたよねちょっとね、泣くつもりなかったんだよね気づいたらみたいな。そう、おしまいに全集中するのあるよね、多分それもあると思うからね。難しいとこだよね、難しい。なんか仕方ないと思いたいけど、なんか傷つくんよね、こう、あ、見てもらえなかったみたいな。かんちゃんさん、小判ありがとう。こうなんかもう進行方向だけしか見てない人とかたまにいるから、あ、ひらじんさん、くま、ありがとう。津山さん可愛い、尊い、ありがとう。ファイトもありがとう。お疲れ様くらい全員に入れる余裕を持ってて、え、いい、もう素晴らしい。そう、まあ、慣れ、これも慣れかなお見送り慣れ、慣れたとかある。まあ、難しいよね、難しいよね。
くるくる泣いてるとこ見れるのは嫌いなのでもう泣きません泣きません。感情、泣くのを抑えるから感情を出すのが下手なのかな。何なんだろうな。なんか自分が喜んでるとことか楽しそうにしてるとこ悲しんでるとこ怒ってるとことか見られたくなくて、なんか一人がいいみたいな。あれ、またなんかちょっと言うの、言うこと、言いたいこと忘れたな。なんか言いたいことあったんですよ。忘れたなあれおかしいな、くるくる、またなんだ、なんでこんな忘れるの。機材は楽、抑えてる感じある、抑えてる、抑えている。ひらじんさん、ハートありがとう。あやじくん、ありがとう。あ、超絶可愛いゆかちゃん、こんばんは。こんばんは。あーぴーさん、ハート、ありがとう。え、素の自分見られたくない。わかる、もうさ、一人の時に泣くよね。もし泣くってなったら。映画もそうだし。人前で。なんでなんだろうね。ヒラジーさん、ハートありがとう。オンピーさん、ハートありがとう。待って、何の話だくるくるのコメント読むのが遅すぎてさ、その自分が話したこととコメントが繋がらなくなっていく。やばい、遅い。私がくるくるのセッターサイトを泣かないようにする。じゃあ泣かせに行っちゃおうかな。お、サイン会の写真届いた。お、ぜひ開けてね、開けてね。家族にも見たく、家族にも見られたくない。家族の前で泣かな、喧嘩した時ぐらい泣くの。家族、ま、喧嘩するぐらいだから怒ることはあるんだろう。泣くのは絶対別の部屋に行く。あ、引っかいちゃった、傷。え、なんかまたできたんだけど。新しく、こんな後ろなかったもん。おじいさん、ハートありがとう。かんちゃんさん、バラありがとう。自分のペースで、まあとか言いながら一番泣いているのが私なんですが、オーディションの時もそうですが、一番最初に泣いてますが飛び火みたいな感じ。飛び火、スクショタイムしよう。ツインテールが遠のく、本当にもう遠のく。そう、どんどんね広がっていくの。だからちょっと気持ち悪くて、え、涙コントロールできない。そう、なんかもうジュワーってならん、こうジュワーみたいなね、なるよね。だからもう日頃から感動するドラマとか見て出しとく。
山さんアイスありがとう。しゃぶしゃぶポーズ何それ、こうしゃぶしゃぶ、帯状疱疹じゃなかった、病院の先生によると。山さんハートありがとう。そうめんみたいなね、これでしゃぶしゃぶポーズ、笑顔くるくるのスクショ。待って待って待って、笑顔作ろうと思ったらできないの。あ、なんか本当に楽しいことがないと笑えないくなって最近。これこれできたら無表情で目力だけで釣るポーズ、え、コロちゃんに涙見せるよ、涙コロで拭いたりしてる。コロでこうやってコロに涙つけたりしてたまに。七瀬シルさんめっちゃ可愛い、ありがとう。岡山のポーズ、え、桃かな、桃太郎よかった、世界の表情めっちゃよかった、え、嬉しい。でも楽しかったから多分自然に出たのかなって思う、その楽しさがこう作ってない、なんかそう分かる、なんか笑顔してーのじゃなくて、はっの方、はっはっはっはみたいな感じの笑顔ができたんじゃないかなって思う。え、でもめっちゃみんなの写真めっちゃ超良かった、何回も見返してる、知識過剰かな。ヒラジンさん可愛い、ありがとう。シンゴさんめっちゃ可愛い、ありがとう。しな感じの笑顔増えてる、あ、笑いに厳しくなった、あ、それはあるか、それはあるかもしれん、笑いに厳しくなったんかもしれん、ちょっとお笑いが増してくるくるの。スイパラ行ったら6月4日の公演のオープニングの映像が流れた、え、そうなの、スイパラで、え、そうなの、あ、そうなの、あ、ちょっと待って、遅いよね、え、そうなの、すごい嬉しい、いちごポーズ、いちご、ワイワティッシュではない、え、コロごめん、コロちゃんごめん、涙拭いて、え、友人がクリック絶賛してた、嬉しい。空飛ぶ制限のヒーローポーズ、アンパンマン、え、わかんない、アンパンマン顔交換、ヒラジンさん結婚してありがとう、嫌だっけら考えとくね、あ、くしゃみでそう、イノセンスさんかわいい、ありがとう、あ、やばい、くしゃみでそう、くしゃみでそう、大喜利女王なんで、美少女、白いシャツポーズ、白いシャツ吹き出す汗濡れてくっついた、トゥルストゥルストゥルルル、おしりさん、小判ありがとう。それでは壇上を読みたいと思います、あ、くしゃみ代わりにしといた、ありがとう、くるくる収まってしまった、山さんバラありがとう。それでは壇上、あ、の前に月始めなのでぜひくるくるのメール撮ってないよって方は撮ってみてください、写真もいっぱい送っちゃいます、ニキビ治ったらすぐ報告しちゃう、需要ないかない、需要ないかもしれない、あ、クルクルメールおすすめ、あ、おすすめです。それでは壇上見ます、13位イノセンスさんありがとう、12位クルリンパさんありがとう、11位まっちゃんさんありがとう、10位奈良西さんありがとう、9位笠置まさきさんありがとう、8位竹まつるさんありがとう、7位オロチさんありがとう、6位奈良瀬石出さんありがとう、5位タナベッチさんありがとう、
4位中村さんありがとう。3位慎吾さんありがとう。2位山さんありがとう。そして1位はズルル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 パーン、ひらじんさんありがとう。ひらじんさんありがとう。ひらじんさんありがとう。それでは明日は7月2日明日はね研究生ツアーの初日もあるので、ぜひ現地に行く方も配信で見る方も DMM 配信で見る方も楽しんでください。そして明日は普通に多分夜配信かなって思います。それではおやすみ。お、岡山初日ありがとう。青さんハートありがとう。バイバーイ。